はい、こんにちは。日本改革党豊島区議会議員くつざわりょうでございます。佐藤さん様、純子さん様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援恐縮でございます。ありがとうございます。お手紙もいただきました。ありがとうございます。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。NHK 北朝鮮が弾道ミサイルらしきものを発射、岸田総理情報収集と分析を指示、ミサイル発射は遺憾とか言ってたみたいであります。まあこんなあの絵ですね。歩きながら答えてんでしょうかね。なんか適当なんだよね。でね、岸田総理ってさ、なんか何でもかんでも人ごとなんか自分のことでないみたいな、あとね、しかるべき時期に決断するとか、検討するとか、なんとかばっかりで煮え切らない印象がありますけれども、これで熱い男だったらかえって驚いちゃうんですけどね。ネットの話どうでもいいかな。それだけではいかんな。いかん方ではノーダメージ、なんかワンパターンでうんざり、これはいかんというだけの簡単なお仕事、毎回こまめに報復措置を取って圧力をかけろ、いかん使用禁止法を成立させていただきたい。まあいかんいかんって聞き飽きた、もううんざりっていう意見でしょうか。いかんって使わなくて、その便利な言葉をよ、いう感じでしょうかね。いかんなこと3回やったらぶん殴るとか、なんか作れよな。あとね、 NHK 報道なんですけど、なんだそのミサイルらしきものってね。北の仲間、北朝鮮の仲間だから NHK は、まあ、なるべく穏便に、穏便なイメージの報道にしたいんでしょうけれどもね。まあ、以前はもっとひどくてですね、 NHK に限らずですよ、民放各社一斉にですね、ミサイルって言わずにですね、飛翔体とか報道してましたよ。そういえば、あ、もっと前はひどかったな。なんだその飛翔体ってよって、北のミサイルでしか聞いたことねえですよ、そんなの。テレビがいかにダメかってことだよね。領土に落ちそうだったらですね、途中で撃ち落としてるんだろうから、まあ多分いつものように海に落ちたんでしょうね。あの発射した瞬間に、速度とかの角度で、あ、これ秋田あたりに着弾しそうとか海に落ちそうとか分かっちゃうみたいであります。で、まあ秋田あたり領土に、領海に落ちそうだったら、まあ撃ち落とすと。イージス艦一隻でですね、140発のミサイル同時発射に対応できるそうなんで、まあ一発ごときだったら確実に撃ち落とせんだろうな。まあイージスもですね、日本は8隻持ってんだっけかな。まあ全部が稼働してるってわけでないから、半分の4隻稼働してるとしても、まあまあ600発同時発射ミサイルぐらいまではなんとかなりそうだけど、まあ、1000発2000発ってなると、漏らしちゃうんでしょうけどね。情報収集いかん、テンプレ通りのことを言ってますよね。それ以外でもそれ以下でもない、まあ岸田総理の座右の銘はですね、無難っていうのと決断したくない、だからいつも時期を見て決断するとかですね、検討するばっかりね。まあ岸田総理にとってはこのテンプレありがたいんでしょうね。遺憾だっつってりゃいいんだからさ、まあ、遺憾言ってないで制裁しないとダメだろうっていうのはみんなの意見であります。遺憾遺憾って聞き飽きたわ、何言ってんだよ、全然何にも言ってねえも一緒だ。世界にはですね、殴りつけないと理解しない低地の国家が多数存在してんですよ。中でも北朝鮮は一番ぐらいに低地の国家なんだからさ、実は殴ってもわかんねえかもしんねえなーって、韓国なんかもう幾度となく領土荒らされてますけど、殴られてますけどわかんねえもんね。殴られてもわかんない、殴られなければわからないということは、殴ればわかるってことですから、まあ低知能なんだな。北とですね、人物金のやり取りは今ほとんどありませんので、日本はね、
で、制裁手段つっても限られるんですけど、ソ連のガサ入れと、ソ連の連中の口座の封鎖ぐらいしろよ。制裁としてさ、限られた手段だからね。ミサイル撃った。はい、ガサ入れ。安倍政権ではですね、何度かソ連のガサ入れあったんですけどね。ありました。第一次安倍政権でもありました。まあ、それがですね、安倍側を増やしたと言えなくもないですけどね。連中恨みに思って、安倍側って、日本語で書き込んでる。デモもやる、集会もやる。とも、思えますけどね、原因だ。日本は北朝鮮はですね、国家承認してないんだから、ソ連なんかね、ソ連っていう組織も、国家の代表だなんて認めてねえでね、その大使館代わりだなんて、窓口だなんて思ってねえでね、広域暴力団指定してもいいじゃないか。そういう組織はさ、敵対してんだから。ソ連の構成員はですね、広域指定暴力団組員と一緒にですね、口座作れない、部屋借りられない、車持てない、携帯持てない、そのぐらいやれっつうのは、なね、広域指定暴力団ばっかりさ、まあ、人権無視な状態になってますけれども、食い詰めたヤクザがですね、よくですね、福祉課に相談に来て、で、あれだって、沖縄行かされたとか話してくれんのって、とある23区の福祉職員、昨日も喋りましたけど、真実、こちら真実なんですけど、救助がなくて、毎回やり返してればこんなこと起きない。ミサイル、日本海に撃ち込まれるたびに、まあ殴るんですよ。武力で。自衛隊が出かけてって。まあ倍返し、3倍返し、100倍返し。してればこんなこと起きないんです。日本海にミサイル撃ち込まれて嫌がらせなんかされないんです。あとついでに言うと拉致被害もなかったんです。1000人近く誘拐されてますからね、日本人ね。拉致被害者つって、政府に認定されてるのは数十人ですけどね。この人の証拠が出てきた人数ってだけでですね、特定失踪者、1000人近くいますからね、北朝鮮に誘拐されたんじゃないか。証拠はまだ出てきてないけど、っていう人、1000人ぐらいいますからね。中にはですね、まあ、自分の意思で行ったっぽいな。洗脳されて。っていう人もいらっしゃるんですけれども、で、家族もですね、諦めちゃって、被害届取り下げちゃったりなんかするもんで、人数は、ちょいちょい変化するんですけれども、そんなね、日本人誘拐、1000人近く、そんなのなかったんですよ、球場なければね。仮にね、日本人が誘拐されてもですね、救助なければ、返さねっか、平壌を焼き払うから、って交渉すればですね、すぐに帰ってきてたんですよ。救助が平和憲法ってのは大嘘ですからね。それやられっと困る北朝鮮のスパイたち。中共のスパイ。韓国のスパイ。が一生懸命ですね、九条は平和憲法つって、今でも活動してんですけどね。世界中から嫌がらせ呼び込み憲法ですよ。九条は。日本はやり返してこないつってですね、クジラから尖閣から北方領土から、竹島から、拉致から、世界中から嫌がらせ呼び込んでんじゃねえか。薬病神ですね、これね。日本人は黙って殺されてる憲法。これが九条の真実であります。まあ、これですね、参院選で東京中で訴えまくりますね。声を大にしてね。泉立憲代表記者会見。夏の参院選で野党で過半数を目指す。だそうで。わかりにくいな、自分らはじゃなくて野党でなんだ。ネットの反応です。目指すだけなら、言うだけただ。選挙あるたび言ってない。また負けたら国民のせい。共産党との協力はどうすんの？どうせ共産党と選挙区調整すんだろ。無理だよ。衆院選で議席減らしているだろ。過半数どころか野党第一党から転落。実現するとは言ってないので政府。
まあ泉もですね、議席減らしても責任取んねえで、あの代表居座るだろうな。前任の枝野幸男、ちっともあの責任取らずに居座ってましたから、まあそれがあの立憲の伝統ですか。自公が過半数以上にならないように邪魔するってことでしょうね。野党で過半数目指すってことは、自公で、共産党との協力は見直すとか言ってたけど、枝野から泉に変わったんで、まるであの韓国の大統領が変わるとそれまでの約束チャラになるような感じのことを言ってましたけども、共産党が話してくれたとは思わないですね。でその共産党の動向ですが、産経記事、共産党本部で4日恒例の冬季開きがありました。これあの活動開始のセレモニーみたいであります。シーカズを100周年にふさわしい勝利と躍進を半年後に迫った参院選で必ず勝ち取ろうではないかなんつって劇を飛ばしたらしいんですけど、具体的な目標も掲げておりました。一陸以外には全部出馬する、比例票650万票目指す、得票率 10%、 比例で5人当選が目標みたいであります。10月のあの衆院選の比例票はですね 416.6 万票を獲得しております。で比例票650万って大きく出たな。まあ明らかに無理だよな。これはあの共産党は上向いてるなんて噂も動きも全然ないんで、まあまあ言うだけ5割増しの無理筋な目標考えてますけどね。たった半年でもですね、まあ10月から6月ですから8ヶ月でもですね416万より減らす可能性が高いです。なぜなら支持者の高齢化が著しいんで、前回10月の衆院選に投票できたけど参院選には投票できないって方も多数いらっしゃると思うんでね、まあ結果が楽しみですわ。あとね、あの参院選って大体あの衆院選よりもあの投票率低いんだよね。やっぱ衆院選の方が皆さん関心高いらしくてね、自公と維新を少数に追い込むだそうであります。つまりですね、自公と維新で過半数を阻止したい、こちらも立憲と同じ目標みたいですけど、一陸は最大限野党統一候補を目指すということで、まあ譲り合うっていうようなことを言っておりました。一陸は、立憲社民令和と協力したい考えと、全部に立候補させる力はもうないんでしょうね。昔みたいなね、意地でも全部に立候補させてもんね、共産ってね。それ言うの嫌なんで、力が衰えて立候補させられませんっていうのが嫌なんで、本当は候補者いるけど出せるんだけど他党との協力で引っ込めますわって体裁にしたいと。謝ったら死ぬっていう体質だから、まあしょうがないですね。共産は維新を明確に敵視しておりました。まあ赤旗の記事なんですけど、維新の危険性ここまでで、これは記事のタイトルね。維新は改憲策動の先兵として自民を支援、まだ物騒なこと書いてね、策動先兵、国民民主も憲法審査会連絡会に参加するなど危険な動きが続いてるっていうようなことを赤旗に書いておりましたんでね、国民民主のことも維新のことも改憲に協力的な敵であると、敵視してるみたいであります。改憲の策動とか書いちゃって、共産がですね改憲をどう思ってるか分かりますよね。改憲イコール犯罪ぐらいに思ってんだよね、連中はね。改憲手続きも実は憲法に記載されてて、改憲絶対ダメっていうのは憲法軽視、あるいは憲法無視、憲法否定なんですけど、まああいつらのあの劣った脳みそはわかんねえんだろうな。あと最終的にあの国民投票で決まんだから、このね国民投票させねえなんて主張はですね、国民の投票する権利を否定してますね。さすがね、あの多数決を否定してですね、変な理屈こね回して俺が正しいって言ってて恥ずかしくない党ですね。全く
少数意見だが俺らが正しいって、なんでそうなのっていうような話。こんなとこがね、100年も続いてることおかしいでしょ。法律も守ってねえしね。選挙違反は平気でやるわ。点字ブロックは踏み潰すわ。もう法律、守んねえんだから。守んねえことを、誇ってますしね。選挙違反の名前入りタスキ、選挙期間前の、それに堂々と写真撮ってツイートしちゃうぐらいですから、法律違反してる俺ら、かっこいいぐらいの、まあ、幼稚なバカどもなんですよ。共産党の候補ってね。会見の危険な動きが続いてるとか、赤旗書いてましたけど、出た主語違い。これまた主語ね。違うんですよ。誰にとって危険かってことなんですけど、中共にとって危険、北朝鮮にとって危険、韓国にとって危険っていうのが赤旗の記事の真実の姿、主語違い書かねえからわかんないですけど、まあまあ中共と北朝鮮と韓国、あとロシアですか、北方領土奪ったままにしてるね。韓国は竹島を不法占拠中であります。これで九州亡くなったらすぐに殴られて追い出されるんで、ビビりまぐりなんですよ韓国は。まあ中共は尖閣欲しくて欲しくてたまんにいいから、あと台湾も欲しくて欲しくてたまんにいいから、九条がなくなると困りますよね。武力使わずともですね、まあ竹島から出ていくまで経済制裁してもいいんですけど、腹地も出なくなるまでね。ですけれども、日本の商品1日に63億円お買い上げの韓国はですね、経済界に遠慮して自民は殴る気全然ねえでしょ、いいお客さんだなんつって、球場がなくてもね、金を取ってんだ、プライドよりも竹島よりも金取るんだよね自民はね。経済界と自民に言いたいんですけど、国家あっての経済ですよね。国がなくなっちゃったウイグルとチベットに経済なんか欠片もないですよね今ね。まあこれも参院選で、訴えるつもりであります。1月になっちゃったからな。あ、明日抗がん剤治療なんですよまた、病院って。場合によってひょっとしたりなんかするとまた寝込んで何日かの動画休んじゃうかもしれませんけれども、前回2回目は寝込まずに済んだんで、ちょっと期待しております。1回目は10日ばかし払いたくて寝込んじゃいましたけどね。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。デトックスジャパン。